本社専門株式会社、安川電機は、福岡県北九州市八幡西区に本社を置く、産業用ロボットなど、メカトロニクス製品の製造を行うメーカーである。明治工業を起こした安川慶一郎が、明治工業の電気用品の開発と製造を行う、ことを目的に設立した。九州製工、明治紡績、黒崎洋業、明治工業、 鉱山技術者養成のための明治専門学校も、慶一郎が設立した。安川大五郎と慶一郎は、原用者のメンバーとして、孫文に資金援助していたが、2009年に、中国の習近平が、北九州市の工場を視察した際、逸話に感銘して、後期の組み立て用ロボットに拍手して、社意を表したことが、取引先の中国企業関係者によく知られており、 会社の説明がいらず、中国から見た時に信用できる会社と恩恵を受けている。安川では海外発のロボット工場が中国にあり、競合するドイツのロボットメーカー空間を買収した美的集団とも提携を続けている。売上の海外比率は約7割であり、日経225の構成銘柄の一つである。2020年には半導体製造装置などに使う。 AC サーボモーターの累計販売台数が2000万台に到達し、世界シェア第1位である。産業用ロボットで、世界シェア第4位である。2015年には、創立100周年事業の一環として、ロボット村をオープンした。安港はの森、安川電機未来館、ロボット工場、本社棟、構成棟で構成されている。2017年には、上高。 上皇号が安川電機未来館を訪問した。なお、社名のアルファベット表記は安公和である。解体前の旧本社社屋中山誠までは日本官僚制総合時点1868から2000による。イルマ事業所ソリューションセンターアメリカヨーロッパアジア中東アフリカアメリカ映画ペイチェック消された記憶やターミネーターに安川電機製のロボット 元マンが登場しており、30年後のターミネーターシリーズ第5作、ターミネーター新起動ジェニシスには元マンの MPK50 モデルが登場している。ありがとうございます。